おもっ。ぐらいかな。かな。スーパーでいろいろ大量買いしてきたので一気に紹介します。セブンでも買ったのでセブンのものも紹介します。まずセブン、豚骨鍋、最近めっちゃ食べてる。コールスロー、ロカボスイーツ、ひじき煮、タコスミート。あ、やばい、爪取れてるの今気づいた、最悪。うわ、切り干し大根で、次スーパー、ミニクロワッサーの詰め合わせ、旦那が好きなやつ、牛ロースのファミリーパック、ベビーホタテ。え、臭い、臭いって、臭いよ。厚揚げ、玉ねぎ、肉シューマイ、インゲン、卵、アク抜きこんにゃく。臭いって。生生姜。臭いってだから。豚丼のタレ。糸切り唐辛子。低糖質プリンシリーズ、3つ。茶碗蒸し、エビカニ、絹豆腐。ハーフベーコンのパック、煮ごま、特用ウインナー、本だし、もやし、無調整豆乳、ピーマン、糖質控えめブレッド、うなしめじ、カットレタス。パウダー 20g。 レシピだとラカントと砂糖とね、ココアパウダーなんですけど、今回はこのプロテインのチョコ味を入れていきます。豆乳を 60g。 あー、油大さじ1で、タッパーに入れる。タッパー探してたけど、タッパーこれや。600ワットで7分チン。食べてみます。
キャビュー人。インタビュー人。アミちゃん食べよ。食べよ人。食べよ人。ね、かわいい。視聴者さんからお手紙が届いてました。え、めっちゃ可愛くないこれ。見ればって書いてある。めっちゃ可愛い。こんな感じで白が首を振るっていう細工になっている。名前が書いてないけど無印のシャツを買ったっていうコメントは覚えている。あの送ってくださった方よろしければコメントで教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。夫婦で見てもらってるそうです。ありがとうございます。嬉しい、かわいい。あ、幸せ。おはようございます。パン食べる？あれ、なんか撮ってるの？パン食べる。あ、雨。寒いわ。プレミアってさ、いつ更新されるの？わからん。心待ちにしてる。きっと言えない、今日は言えない、あの頃のようにもできない。今日のメニューは何すか？うん、ひじき久しぶりに食べたいと思って。うまい？作った。え、そうなの？うん。へえ、すげえ。本格的でしょ。うん。出来上がってるやつかと思った。豆食べたくて。うん？豆。食べたよ。うん？食べたよ。違う、豆が食べたくて。もう健康診断で疲れたから昼休みなんか爆睡してた。血抜かれただけでなんかだいぶなんか精神的に疲れた。じゃあ身長いくつだった？ 176.7。体重58。58？ 増えたね。あれ？と思って。3キロ増えた。あれ？つって。え、いやいや、それでデブって言ったらもう全人類に袋叩きさせる、される。抵抗できなそうだよ。まず私からだよ、うん。蹴られ、殴られ、埋められ、沈められ。爪全部剥がすよ。ね、何にも抵抗できなそう。うん。